いてて好的意啊。ということで今日はキールンのイエスに来てます。ここで、まあ夜市の観光をしていきたいんですけれども、今日はね、せっかく今カメラを回してくれるスタッフが初めての台湾ということでね。まあ台湾はもう慣れたもんの僕が夜市をバッチリ案内してあげようかなということで、なんか分かんないことがあったらクイズ出してもらって、もし間違えたらもうそれおごるんですよ。もういくらでもバシバシ出してください。肉って書いてあるんですけど、まあ、何の肉かっていうと角煮みたいな肉ですね。ピエンタンっていうのが弁当ってことです。正解ということで、これはちょっとおごることができませんけれども、もし食べたかったら自分で買ってください。今日何も食べれないことになると思うんで、もし食べたいものだったら早めに買った方がまあいいと思いますけど。天ぷらだよ、わかるだろう、漢字一緒だろう、日本語とこれでしょ。ハンバーグ、ハンバーガー、正解です。おいしい、うまっ。シューマイ、水シューマイ、シューマイみたいなもんでしょ。やだ。まあまあまあいいでしょう、これぐらいなら全然。これなんだろう、爆発ですかね。多分胡椒餅食べたら爆発するみたいな、そういう危険なもちろんでしょう。だから買うのはやめます。多分誇張表現でしょ、とっても美味しいみたいな意味だと思います。これがあります、ジューシーという意味だとのこと、大体やってたでしょ。いや厳しすぎるよそれは。それはね、そんな感じで政治を進めてたら多分滅びていくと思うよ、農民たちは。謀反を起こすと思うよ。ちょっとちょうだいよ。こっちはこれもうなんかさっき食べてた食べかけだから、もうこれ。だってジューシー、ジューシーって意味、正解。緑色だから甘い、甘いって書いてあるから、多分これはライムです。当てに行ったのに。あ、ここを見れば分かったな、サトウキビジュースだ。確かにライムそんな甘くねえもんな。うわー、引っ掛け問題だった。あと交流したら喉が渇きました。あ、こんなところにサトウキビジュースがいただきます。これ食べたっけ、ルーローファン。行こっか。え、食べたい。いやでもほら、ひき肉醤油ご飯って書いてあるから、うん、食べたい。じゃあ、いや分かった、こんなも書いてあるから絶対間違いないけど、試しにちょっと問題出してみる。魚マヨネーズ入りパン、浮いてんだろ、俺おごってやるよ。台湾来てこれ食わねえんじゃ、台湾に来た意味がねえからな。ウーローファンを食わない台湾旅行はもはや台湾。これ食べる、メイヨ売り切れだそうです。ラブ&ピースちゃん、ゲダジャン、ラブ&ピースちゃんだよ、ライテンシャンがベンズ。